なみに私を知ったのっていつですか？いや、船長は結構ミトさんってデビューして間もなく、割となんかやべえやつがいる、すごいやつがいるってかなり話題になってたんですね。まあネットで話題になってて、ちょっと興味が湧いたなってなって、でまあちょっと王道かもしれないんですが、入り口としてはね、10分ちょっとでわかる月のミトでから入って、今ナチュラルな声真似が、ちょっとここから入って、いやでもその時点でもう天才ですよね。これ話題性、すごい話題を呼んでいるというタイミングで、ちゃんと自分のチャンネルで10分ちょっとで分かる月の水を上げていらっしゃるから、なんか月の水話題だなと思って見に行ったらそれがあるから、すぐに入っていける入り口として、すぐに入れて、でそのちょっとあと、ま結構あとかなくらいから、まあ馬神とか始めて、それもめちゃくちゃ面白いなっていう。のもあり、でもね、本当にミトさんの場合って、何か一個がすごくすごかったとか、これがすごかったっていうよりも、本当にやるネタやるネタ全部おもろくて、なんか動画とかもいっぱい出していらっしゃるし、ね、エイプリルフールも毎回凝ってるし、ね、ちょっとさっきちらっとお話してたんですけど、あの月の海と AI とかもね、思ってめっちゃもう声出して笑っちゃうし、そう、結構最近のやつ見てくださってて、めっちゃありがとうございます。動画もさ、なんか嫌いな食べ物でなんか生活してみるやつとか、結構最近のですね。そう、既読チキンレースとかね、もうああいうなんかネタがさ、うわそんな思いつかへんよ、そんなわかんないよミトみたいな。なあ、でもありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。何の考えるからもう本当に切り抜きとか作ってよかった。いや天才なんだよなマジで。なんか結構ね、それで V の世界に興味持っていただいてたみたいなお話も聞いて、それでやっぱ作ってよかったなって思いましたね、マリン船長。だって初期のね、なんかなんだっけ、アニメリアかなんかのインタビューで、なんか憧れの VTuber とか VTuber になったきっかけとかのところにね、ミトさん書いてますからね。